私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。桜井翔、スペシャルな時間だった嵐メンバーとの飲み会を開催、今年においては唯一だったので。11月18日、日本テレビ系バゲットに嵐の桜井翔が VTR 出演した。番組では今回、桜井に対して2021年のベストシーンを選ぶとしたら、といった質問が飛ぶ場面があった。これを受け、桜井はこの間、嵐の5人で飲んだんですよと切り出すと、なかなか5人が集まるっていう時間が、この2021年になくて、5人で揃ってこその空気感みたいなのがあって、くだらない話してるだけだけど、そんな時間がね、今年においては唯一だったのでと回想。また、相葉雅紀が多忙のため朝が早い、といったエピソードが印象的だったと話しつつ、ザ、近況報告みたいな感じですけどね。久しぶりに会った仲間と、何でもない時間を過ごしたっていうだけですけど、それがスペシャルな時間だったなって感じですねと語っていた。嵐の桜井翔と有吉弘行の冠番組桜井、有吉座夜会、TBSK。11月18日放送回に、俳優の生田斗真と鈴木亮平がゲスト登場した。この日は生田がハマっているという納豆を持ち込み、桜井ら番組レギュラー陣へ最強の納豆をプレゼン。生田の強烈な納豆愛に、出演者たちは少々戸惑い気味だったが、桜井は3から4年前から納豆は必ず現場で食べると明かし、桜井のマネジャーは必ず現場に納豆を持ってきているとか。しかし、毎回包装が外れた状態で、パックのみ渡されるため、桜井には商品名がわからないそう。粒の大きさとかで、違いが、わかるときあるじゃん。今日、ちょっと違うな。どこのかな?っていうイベントを毎日やってると明かし、出演者を笑わせた。さらに桜井は納豆の思い出として、俺、18歳の時に初めて TBS のドラマ出させてもらって、時男の、松岡、正弘、くんと一緒だったのと、2001年放送の連続ドラマ天国に一番近い男教師編出演時のエピソードを披露。撮影の合間に、食堂で松岡とカレーを食べる時に納豆を入れるかどうかの話になったという。桜井はカレーに納豆は入れないですと返答するも、松岡からめちゃくちゃうまいから入れろ。と言われて試したところ、これだ。と感銘を受けたとのこと。また、その後は桜井と生田の思い出話に。2人は2004年にミュージカルウエストサイドストーリーで共演し、同作には他にも大野智、松本潤、風間俊介が出演していた。生田は千秋楽の時、嵐やっぱり人気者だから、スタッフから、ホテルから出ないでくれって言われて、嵐が泊まってるフロアにマネジャーさんが巡回する、みたいなと、当時を解雇。しかし、千秋楽とあって、他の出演者たちは打ち上げをしていたため、ホテルの部屋に5人で集まって行きたいねと盛り上がっていたとか。そこで、ホテルを、抜け出そうぜという話になり、巡回しているスタッフの動向を探りながら部屋から抜け出そうとした瞬間、たまたま通りがかったマネジャーと目が合ってしまったとのこと。しかし、そのまま走って強行突破。マネジャーも今日は行きたいだろうからと見て見ぬふりをしてくれたという。これに桜井も何ヶ月も一緒にやってきた仲間だったから一緒に打ち上げしたかったと明かし、若かったし、我慢できずと振り返っていた。この日の放送に視聴者からは、みんなでホテル抜け出すってめちゃくちゃ青春っぽいな、やっぱ世代が一緒だから、青春共有してるね、納豆好きの点も含めて、桜井くんと斗真くんは共通点多すぎ。という反響が集まっていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。